創価教育学会の皆さん、こんにちは。創価学会、Z 世代、また MZ 世代のさらに若い方、こんにちは。大阪在住、日蓮宗宗明林寺所属、法華行員、黒川和夫で、ございます。今日はですね、まあ、皆様方にとっては残念な、話、我々日蓮宗宗の信徒にとっては良かったなという話ですね。お二人の方ね、鹿沼市栃木県ですよ、脱会されました。お一人は2月の25日ご受会、そして、もうお一人の方は4月の3日寛解式ですね、お受けになりました。ざっくり言いますとね、お二人ともね、何十年も一生懸命ね、学会活動をしておられた方なんですよ。お二人とも男性の方ですけどね、まあ一人の方は画上会とか、それから、創価班とかでね、一生懸命創価学会のために、世界平和のために頑張っておられたわけですね。ところがお一人の方はね、入会したらね、すぐに地元の日蓮宗宗の末寺に行って、誰が出入りしているのか監視してこいなんて言われてね、俺なんでこんなことをやらされるのかなと思ってね、初っ端から創価学会おかしいなと思ってたということなんですけど、まあまあ、言われるがままにですね、創価学会に、活動をされておったということですが、やはりおかしいなおかしいなという気持ちはね、このご両人ともあったということなんですね。で、まあたまたま私の動画とか、それからもう一人豊田さんのね、素晴らしい動画をご覧になって、これはやっぱり結論から言いますと、偽本尊の害毒だということでね、創価学会間違っておるという結論に至って、お二人が脱会されたということです。この脱会の決意はね、もうきついですね。揺らぐことはございません。このね、創価学会の呪縛から解放されるとね、世間がパーッとね、広く見えるんですよ。これはね、創価学会というサングラスをかけてものを見てるとね、全く見えないということですね。そして、地元の寛解式ですねに行く途中で、ちょっと腹が減ったのでね、近くの、コンビニでね、ちょっとおむすびでもコーヒーでも飲もうかということで、その当時ね、4月3日雨降ってましたけどね、立ち寄ってたら、偶然にですね、その地元の地区部長さんですね、名前はね、篠原さんという方で、創価大学卒業、年はどのぐらいかね、65から70前後じゃないかな、まあ年配の方でございましたですよ、と偶然出会って、約30分ほどね、話をさせていただいたんですけどね。で、このね、生の音声は私のこのメッセージの後に、貼り付けておきますので、じっくりと聞いてください。これがね、創価学会員、ガチ創価学会員、いつまでも創価学会にへばりついておる創価学会員のお言葉でございますよ。ここに創価学会会から脱会できないというね、執着心があるということがね、この地区部長さんの会話からね、よくわかりますよ。キーワードはこういうことなんですよね。よく聞いてくださいね。まあこのお二人さん脱会すると分かったらですね、まあなんとか創価学会からの脱会を引き止めようと、まあお電話をされたんですよね。まあその気持ちはわかりますね。ところがね、夜中に何回も電話をかけてくると。こういうね、非常識なことを平気でするのがね、
祖学会の皆さんの幹部連中ですよ。で、自分もね、無理やり入会をさせられたって言うんですけどね。それでもまあ、池田先生と個人的なつながりがあるって、どんな個人的なつながりかと言いますね。なんか、創価大学行ってたらしいんですけどね。その入学式の時に池田先生が来られて言葉を賜ったとかね。ああだこうだ言っておりましたよ。なんか物をもらったとかね。そういうことも言ってましたけど、これ個人的なつながりなんですか？こんなことね、池田大作さんはあちこちの人間にしていることなんですよ。それをまるで自分が一対一でもらったように、まあ、取って、個人的なつながりどうのこうのと言ってるわけですよね。その個人的なつながりっていうのはこれ世間のことですよね。大商人の仏法とはまず関係がないということをこの地区部長さん全く分かっておられないんですね。で、このようにおっしゃってますね。ここもキーワードよく後で生の音声ちょっとね声が低くなっております。聞きにくいかも分かりませんけど、よく聞いてくださいね。大商人はですね、末法のご本物ということは分かっている。ただ、この日蓮大商人の正しい仏法を広めたのは、戸田先生や、池田先生が広められた。だから素晴らしいと、そのようにおっしゃってるわけなんですけどね。これはなんかこの地区部長さんの話ですと、広めてやったのは創価学会であり、戸田会長であり、池田先生であると。何々してやったというね、こういう喋り方なんですね。我々だってね、日蓮正宗法華経は毎日釈服業をやっておりますけどね、釈服をしてやったとかね、私の所属のね、大阪の住吉区手塚妙林寺のご住職のために釈服してやってるんだ、やってやる、こういう態度じゃありませんよ。日本全国、世界全国の法華経員はさせていただいてるわけですよ。当たり前のことなんですね。大商人の弟子である我々日蓮正宗の信徒はですね、痛い同心にして釈服をさせていただいているということですね。これが池田大作さんになるとね、小本堂を作ってやった、金を極用してやった、会員数信者を増やしてやったとね、こういう大増上慢に陥っているのが、ね、今の創価学会であり、またこれを聞いておるね、ガチ学会員の方おられましたらね、よくよくご自分の考えを正すべきですね。日蓮大聖人様の仏法というのは事業桁でございます。事業というのはご自分のご信心ですね。桁業というのは釈服のことですよ。だからしてやったじゃないんですよ。大聖人の仏法を実践しているということですからね。ここら辺からまず創価学会および池田大作さんは間違っているということですね。これね、朝 LINE が入ってたそうなんですね、この地区部長さんが。で、いわく、日蓮大聖人様の仏法を正しく広めているのは、創価学会である池田先生であるから、池田先生に法があるんであってね、恵方不恵人ですよって、まあ、そういうふうな、まあ、あれですよ、意味合いの LINE が入ってるの、私も見ましたけどね、みんなで大笑いしてたんですよ。それは、お言葉を返すしかないですよね。地区部長さん、あなたこそ池田先生、すなわち人間にですね、寄ってるわけですね。ここら辺、恵方不恵人の本当の意味が分かっていないということですね。その、なんて言いますかね、いつもそうなんですけども、創価学会の人と話しているとね、もう一方
的にわま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 っとね、噛みついてくるわけなんですけどね。これはもう日蓮召集とかホッケ公と聞いただけでね、憎しみが出てくるわけですね。これはね、創学会執行部の思うつぼなんですよ。教義でね、論じれば創価学会は明らかに間違い、教義で論じれば創価学会作成の本尊は明らかに偽本尊であるということはね、はっきりしてくるんですけども、それをね、表に出すとね、大量の創価学会員が脱会いたしますので、執行部はね、このような手を使って日蓮召集から離れさせよう、離れさせようと画策したわけです。それは何か分かります？憎しみを植え付ける。日蓮召集とか、法華経と聞いただけで、憎しみを植え付ける。こういうことなんですよ。まあ今、ロシアがウクライナに入ってね、ウクライナの戦争やってますけども。ロシアの中ではですね、シニアの人、土地の行った人はね、プーチン大統領が素晴らしいというのが、なんか 86% らしいですね。これは、プーチンさんは正しいことをしていると、憎き、ウクライナ人をやっつけて当然であると、こういうふうに正当化するんですけども、若いね、ロシアの、Z 世代、MZ 世代の方は、やはり、インターネットというものが現在ございますね。ということで、ああ、もう本当にこのプーチンというのは人殺しやって、大量虐殺ですね、ジェノサイドをやってるというのが、分かってきてるんですよね。もしこの今動画を聞いていてですね、創価学会、今まだ縛りついている方はですね、シニアのロシア人と一緒ですよ。ということで、ございますね。このね、日蓮大聖人様の仏法というのは、池田先生にお世話になったとか、ね、池田先生から物をいただいたとか、そういうようなものはないんですよ。それが恩で、そこが離れないっていうのであれば、本当にアホですね。じゃあ世間の人で世話になった人は池田先生だけじゃないでしょ。今まで、恩になった、人生のご恩になった人結構いらっしゃるんじゃないですか。私もいますよ。小さい時から、まあ小学校の先生、中学の先生、高校の先生、また会社で、お世話になった上司の方、社長の方、みんな恩があるんじゃないですか。その恩は世俗の恩、世法というわけですね。我々世法をやってるんですか？創価学会の皆さん、よく考えてください。日蓮大聖人様の仏法を修行してるわけですよね。そしたら、日蓮召集が唯一正しい大聖人の仏法を伝えていると。こういうことがよく分かるんじゃないかと思いますけどね。でね、よくこういうふうにも言いますね。送電仏法？送電なんてありませんよ。んなのは、神秘めいたものはありませんよ。全部御所に明らかにされてますよ。とこう言うんですけどね。御所にはその一部しか明かされていません。なぜなら、大聖人の深いものはですね、文章ではですね、書き尽くせられないんですよ。これは修行によって自分が取得していくことしかないんですね。仏道修行と言いますでしょ。仏法というのは修行なんですよ。ですから大聖人様は一大聖養体、日蓮召集の御所では92ページにありますね。この大聖人の送電の大事についてですね、このようにおっしゃるんですよ。創価学会の皆さん、これをどのように解釈しますか？大聖人様曰く、この経は送電にあらざれば知りがたし。もう一回言いますよ。この経は送電にあらざれば知りがたし。これどういうことですかね？
よくね、この動画をね、お聞きになった後、ご自分の心を見つめ直してですね、ああ、創価学会に洗脳されている自分ということをね、分かっていただければ幸いです。また、このね、御門について総本山の第26世日貫上人、皆様方が拝んでいる創価学会の本尊、あれ、誰の書写された本尊ですか？日貫上人じゃないですか。そうですよ。江戸時代の第26世日貫上人。このように仰せです。戦時詩を愚記。これは文壇の337ページにちゃんと書いておりますけども、秋祖の曰く、この経は宗伝にあらざれば知りがたしとうんぬん。太刀および蓮光目とうんぬんと。日貫上人おっしゃっておられるじゃないですか。この経は宗伝によらなければね、分かることはできないんですよ。五者根本なんて言ったってね、無駄なんですよ。つまり、日蓮大聖人の仏法の真意はですね、第2祖日光聖人、第3祖日目聖人以来の宗伝によってのみ知ることができですね、ここに仏法の功徳が流れることを教えられているわけですよ。またね、よく聞いてください。かつて池田大作さんは、次のようにね、指導していたんですよ。言いますよ。これはね、幸福と人生を語る。ご存知ですね。持ってる方もいらっしゃると思います。持ってる方は、幸福と人生を語るの8巻の228ページ。このように書いてますよ。日蓮召集身延派にあっても、南無妙法蓮華経の題目を唱えていると。そうですね。五章もある。外見から見れば我々と同じように見えるが、それらは唯樹一人、発水写病の血脈がないと。発水写病の血脈相乗にのっとった信心でなければ、いかなるご本尊を保つとも無役であり、功徳はないのであると。はっきり言ってるじゃないですか。皆さんの尊敬する池田先生は昔こういうふうに言ってたじゃないですか。ところが今、コローンと違ってますよね。どうしてでしょう。結論から言いますと、創価学会は変貌したと。日蓮召集は何も変わっていないと。変わったのは創価学会であると。で、それを変えたのは、極悪人は池田大作。そして今の執行部、原田稔ですね。お経本も変えちゃってね、簡単言行。なんか5本ぐらいでチーンでね、永遠の、師匠、牧口虎、池田先生をなんとかかんとか。で、池田先生、言行の時にまだ死んでないらしいんですよね。自分で自分を追善供養してるんですかね。これも面白いお経本ですね。ほんと、笑っちゃいますよ。このようにですね、いくら御所があり、題目を唱えても、唯樹一人の血脈を所持されるですね、御仏聖人への浸潤がなければですね、その功徳は、流れ、通わないのであります。まあ、現在では、創価学会では盛んにね、大聖人直結、御所根本を主張しておりますが、これらは唯樹一人の血脈を否定するための、まやかしの理屈に過ぎません。それはまた池田大作さんの自己相違でもあります。さらに、血脈不法のご保守承認に対してですね、誹謗中傷を繰り返す創価学会の行為は恐ろしいですよ。三宝破壊、仏法僧の破壊の題材となり、その罪は計り知れないということであります。このような創価学会に石碑を置く限りですね、方々余道罪といって、大方々の罪の報いを必ず受けて、しまうのであります。
皆様方のね、周り見てください。私がね、釈迦を今まで何十人と学会の人で、釈迦しておりますけれども、いろいろ祖学会の内部事情を聞くとね、もう組織がだんだん腐って、明るいニュースはありませんと。なんか議典部で、学会層、友人層っていうんですか、をやっていた同士の人が急にね、奇病で死んだとかね、組織の帰りに交通事故で、亡くなっちゃったとかね、あとなんか精神病が多いですね。一生懸命、祖学会の偽本尊にね、招待しておったら、だん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 気分が重くなって、仕事も手がつかなくなって、家に閉じこもってね、要するに、うつ病患者、あるいはもっと広く進むと統合失調症とかね、まあ、いろいろありますよ。パニック障害だとか、まあ、私もその精神医学の専門家じゃありませんのでね、詳しくは知りませんけども、薬を飲んでね、死のうとしたとかね、大量の薬飲むと気分がポッカポカしてくるらしいですね。あの睡眠導入剤ですか、睡眠薬。そしてリストカットしてね、何回も死のうとした経験がありますとかね。あとそうですね、なんか偽本尊終わんでおると変な声が聞こえたり、ご本尊から半分が池田大作の顔で、右半分がなんか鬼の面をしたね、姿が見えてきたとかね、これが偽本尊の害毒ということなんですよ。偽本尊というのはね、これ何の宗教でもそうなんですよ。観音廟というのがあるね。狐を拝んでも観音廟あるんですよ。南無阿弥陀仏のね、大日如来の真言宗か、を拝んでも一応のね、孤独らしいものはあるんですよ。真言宗もそうですよ。しかし最後にはね、崩れて、しまうということで、これはね、五章にちゃんと載ってますよ。通力には言わない、小法華大目章だっけな、ちょっと忘れたけどね、まあご自分で検索したら五章出てくると思います。まあ、私の話はこれぐらいにしてですね、生の声ですね、この鹿沼市の篠原地区部長さんの生の声収録しておりますんでね、聞いてください。キーワードさっき言いましたようにね、大聖人は正しいということは分かってる、末法の本尊ということは分かってる、しかし自分は個人的に池田先生とのつながりがあってやめることはできない、ここですね、仏法ではなくて世法にしがみついておられる哀れな地区武将さんの声ですね、これをお聞きください。なお、その後ですね、何か質問とかですね、より詳しいこと、あるいは脱会したいという方がおられましたらば、私、黒川和夫です。大阪市住吉区在住、090-9626-7585、まで、でください。まあ、夜中以外はね、電話くださって結構です。またいない場合はね、留守電に、メッセージを残しておいてください。それではまたお会いいたしましょう。出てこないんだよ。はい。あ、まあ、出てこないって話もしたかったんだよ。いや、もう俺だって仕事で、俺夜中なんすよ、出んの。もう寝てますよ、普通。何？一番夜中に電話かかってくる。いや、夜中に俺仕事なんで、普通の皆さんが起きてる時、俺寝てるんですよ。だから今だったら俺分かんないよ。頭の、奈良さんの方の焼き打ってんだ。え、焼き打ってんだ。焼き打つのは、夜中の仕事の配送をする場所によって、早上がったり遅がって、もうバラバラなんですよ、とにかく。だから俺、自分の体を調整するのに大変なんですよ。で今、うん、今の話だから半数じゃなさ夕方のさ今って朝の3時からだから朝じゃない朝じゃないんだ
だからそれが毎日30分わけじゃないんですよ。もう夜中のてっぺんの12時からだったりとか、うん、3時だったりとか、もう朝の8時とか9時とか、うん、もうバラバラなんですよ、行く先で。結構仕事などはあんまり行ってますよ、うん、結構県内、県内じゃなくて県外ですけど。名前知ってるんですか？あ、篠原さん。篠原さん。僕の携帯番号変えてますんで、もし話しあったら、ね、いつでも。ただほら、付き合いが長いからさ、あの、子供も長いんだけど、お父さんの方が長いし、ほんと俺は付き合いするのに付き合って、お父さんの方が、僕は、俺は少年部の同じですが、お母さんも、どっちかあるんだね。僕、座談会の会社で使ってたから、お母さんにもあったの使ってたからね。お母さん今は、接地だから、だから今は、彼氏だからね。小田さんのことはどうなってんの？学会にいた時もとりあえず名前だけいたけど、うん、俺が無理やり入れちゃったけど、まあ、同じ人に関係の縁があったんだろうな。でも やろうとしてない。昨日も言ったけど、うん、やろうとしてない。同時に新人権がないってことだね。そうそうそう。でほらご本様いたじゃない。だからそれもみんな返しました。一緒に返した、うん、だから俺んちの家族はみんな、うん、もう学会しました。それもほら、ゴール戦が来たかったし、いろいろ、あの、小林さんも出ましたね。いや、小林さんももう、もともと入れたけど、何にももう手合わせようともしない。何にもしない。近づきもしない。全然興味なくて。だから、昨日も一緒に本業しようつっても無視。難しい人ね。でも、だからもう、いや、俺も縁があってな、まあ、そうやるって、まあ、入会したんだけどね、入会して。無理やりね。無理やりっていうか、まあ、無理やりだよ。まあ、悪いけどね、悪いけど無理やりっていうか、無理やりだよ、ばかり。縁があって、あの、浦賀君と丸なんてんじゃ、まあ、やってみようか、やってみようっていうかね。いや、全然そう思ってない。ただ、本音は、信じる気がないってことなんだよね。全然無理。どうしたの？だからもうどうしようもって、俺もどうしていいんだかさっぱりわかんないからね。どうしたいのか、もう本当に嫌だったらば別れてくれでもいいんだけど、全然もうこっち聞いてくるし。好きなんだろ？いや、俺は全然。いや、上田君とか好きなんだろ、向こうが。知らない。もう俺もわかんない。もうどうするんだろうって。上田君は好きじゃないんか。うん、だから全然生理的に合わないし。もう一回別れたんだけど、うん、でもまあ今度はなんか、ね、そうでもまあ友達付き合いが今そこお友達でいる感じで、うんうん、それでなんかうちの親の洗濯物取りに行ったりして、うん、俺が時間ない時、うん、やってくれてから、うん、だから俺無限にしてできないんですよ、うんうん、だからどうしていいのか俺も悩んでるんですよ今それ。あ、ね、こっちの話もじゃあそういうところしっかりお願いしてたらお願いしてたら、うん、幸せになるように見せるかな。それはもうね、小沢君の帰ったご存知ですんで。それが、今日、実用寺に行ったんですよ、朝。ごみ寄せ、うん、したら俺昨日まで取材ができなかったんですよ、うん、したら今日できるようになって、うん、あれ、え、何これなくて、あれ治ったのみたいな半月後怪我したんで死んじゃうんだもんね。怪我するのがなんか多分今までの蓄積半月版がもう歪んじゃって、うん、それが、うん、俺昨日まで俺一瞬でもうダメだったんですよ、センター。まだやっぱダメかと思って、今日どうしようかなと思って、先生しなきゃいけない場合とか。そして今日朝行ったら、あれ、先生できるみたいな。1時間俺先生して、ごめん。あれだと思って、びっくりしましたね。うん、家族じゃん。だから、篠原さんも、もう本当に目覚まして、あの、本当の血脈のあるご本尊をいただいて、話してしまう。俺は、池田先生とはもう縁があったから、先生の俺は弟子だから。だから、それは絶対話せないの。俺は、要するに、個人的に先生とは、もうほら、もう、それは、ね、弟子じゃないんですよ。弟子じゃなくて、弟子じゃなくて。
最初の人の池田先生なんです、まあ、あなたはそれじゃないかね、いや、もちろん日蓮大聖人の大聖5本ずつだよ、だったら日蓮聖人が正しいと思いますけど、だから日蓮聖人って、だから日蓮大聖人が5本ずつの当たり前になってるわ、先生は、だって池田会長とか先生はね、はい、なんだろう、先生大臣、先生するための町内会長から、二大会長とね、特別なので、都大会長から、それを結局は、都大会長の弟子として先生だから、若い19から抜かしてね、それからずっとやってきて、そういうあれで、総合大臣作られて、で、私も総合大臣入ってね、で勉強はしなかったけど、何もしなかったんだけど、あそこでしちゃったけど、そういうあれだ、でも俺は、あの先生の、あの、なんだろう、もうただ俺はあの自分が一番ちょっとあの申し訳ないと思ったのはね、はい、もっともっとねあの時にいろんな元の、ね、先生のことも証拠なんだけど二千代の向こうも全部ね、はい、もっともっと勉強してもいいかと思う、俺もあんまり信じなきゃなかったんだよ、はい、俺はもともと俺もほら19で俺も入会してね、はい、ほんで創価大学、はい、まあ、入ったっていうか一浪してね、はい、入ったんだよ、そういうあれでね、初めて先生ともあの入学式でお会いして、はい、で6月の授業参加の時もやっぱり教室の中先生来られてね、はい、そういうあれで、私も竹山さんあの頑張ってやってね、その時の先生とお会いして、まあ、そういういろんな地域あってね、あとは先生からもいろんなものをこうやっていただいたりとかね、それもだからそういう付き合いっていうのは俺も何て言うんだろう、50年近いかな、まあ、その付き合いで、だから俺は日蓮大聖人の仏法が正しいのはもう、まあ、それは当たり前のこと、当たり前のだって当たり前だったら池田先生の出ないと思いますけどね、なんでだって池田先生は私の師匠みたいなもんじゃない、池田先生もいいのだって大聖人の御所にはっきり書いてあるじゃないですか、池田先生がやってきたことすべて、まあ、もう言うたらダメですよ、師匠にまさにそういうことですよ、法によってないじゃないですか、なんでそういうに なんかとね、それもそうね、だって牧口会って牧口先生はもともと牧家公園の方にね、ご受会されて、着服されて入信されてましたけどね、ですよね、で戸田先生だってそうじゃないですか、戸田、ね、先生から牧先生ってこれあの教育関係で一緒になって、それでまああの新人を始めたのなんだけどね、そうですね、で牧口先生はもちろん師匠としてね、師匠ってあるんだけど、なんつったらいいかな、まああの日蓮大聖人がもちろんそれはもう、はい、当たり前のことなんだよ、はい、これはね、はい、あの5本物だから、はい、でも要するになる、まあ、例えばその人生の師匠して、はいはい、うん、で俺なんか特にあの、なんだろうな、うん、まあ、いろんな先生からもいろんな経験も受けてるしね、はい、いろんなこともらう、そういうあれってのは人間としてね、はい、あるから、でそれ池田先生は戸田先生の、まあ、言ったら戸田先生の師匠っていうのに、だから戸田先生が言ったら池田先生は出来上がる池田先生ないでしょ、だったら戸田先生の言うことを守るべきだと思うんです、うん、師匠、弟子は師匠の言うことを守るべきじゃないですか、本山から離れちゃいけない、だからそれだけ学会が間違ったことしたら、誰って言ってて、なりません、だって何がだって戸田先生と指定不明度だって言ってて、それでなんで逆なことしておかしいと思いません？戸田先生の葬式に出ないから、やっちゃいけないことをやってんですよ、そうもう本当だなと俺は通ってるんですけど、それは2世紀とか5回とか言うのもあとね、だから日蓮大聖人の教えを本当に実践して、ね、実践ってわかる、本当に実践したんだったら一円ぐらいの、あの、一円ぐらい広げてないですよね、戦いね、高専部に、今早く話してる高専部でね、その戦いを本当にやってきたのは誰か、うん、命をかけて、だからそれはこれやった時は正しいんだけど、町内会長がね、まあ、ロゴクレイボクシーってね、で、これから、まあ、戸田先生がまた一から始まって、で、今の、あの、会長がさ、まだそんなにね死にたいなかったよ、受け止めたかったからね、でもそこから戸田会長がね、あの本当に一人から立ち上がって、だんだんこう、まあ、100人、100人、2000人、1000人と、その頃にあの池田会長は19歳でお会いして、で、まあ、この仏法の素晴らしさ、日蓮大聖の素晴らしさを話し聞かれて、まあ、入会して、で、命をかけたわけで、あのね、戸田会長先生は、ちょっとこっちの言うことはちょっと言うぐらい、ね、それ、そういう流れでね、こういう人なんですよ、本当に人の嫌な人。
生は当選分のお手伝いをさせていただいたという立場で、はい、あの感謝するから大臣。ところが池田会長は指定やったというね、この状況だからこういうふうになっちゃったから区切ってられたのよ。あの俺が布教してやったんだ、信者を増やしてやったんだ、ね、財務を集めて資本を作ってやった、やったんだじゃなくて、ね、結構ついてる支援書についてるからさせていただいた、ね、人数を増やして当然なんですよ。だからね、あの手高い人のそもそもまあまあ副長そんなに現場に呼んでないんだけど、ある程度のことは読んでるね。でもまだまだもっと若い時にね、はい、本当にあの、はい、大学に行った時だけど、はい、遊んでおかれたからね、はい、あのその頃からも本当に人生の戦いをしっかりとあのなんていうんだろう、指導を結構自分なりに勉強して、ね、やっていけば、今もちろん頑張ってやってるんだけど、はい、いろいろ頑張ってるけどね、だからそれますます、はい、うん、毎週の僕を勉強していったのは、そこの人が間違ってるって話を簡単に分かりますけどね。池田先生が広めたんですよ。池田先生広めたの、なんで今、じゃあ学会広まらないんですか。じゃあ、なんで学会広まらないんですか。一年召集の場合に。学会っていうか、今、どんどんさ、あの、あれだよ、はい、あの、なんだろう、あの、全然広まってないと思いますけど、女性でもなんかできちゃってた。最近着服はされました、あの、あの入会とかされました。まあ、そこまで言ってない。話はしてるけど、はい、その学会もう伸びないってジャーナリスト言ってますよ。だからそんなこと関係ないじゃないですか。いや、関係ない。ジャーナリストが言うか、でも、それ言うんだったら、学会のこと称賛されたんで、いろんな坂原総一郎とか出すじゃないですか。関係ないじゃないですか。全然関係ないでしょ。それはそれからそういうだけだってさ。あと、ほら、要するに何歳かね、あの、自分も信じして、信仰してるから、キリスト教っていう。そういう立場で、理解しようとするんだよね。だから、ただ頭で、じゃない人が頭で理解するんじゃなくて、自分も信仰者の立場として、あの、里又が理解しようとして、それがこう、すごく微妙な線であるのが。ねえ、本当ですね、時間もある。そう、全然いきますよ。